来ない。犬が出てこない。なんつったら、早く早く来ないからね。見てますか。まあ、集中はしてながら、こう、なんか4等分になる。まあ、ちょっとあれか、契約とか結構あったとは思う。施されたら、施し返す。それあったら広告止められる。あ、本当に。著作権どっからあれが来るんだ。じゃあこれ作ってる音楽で。そうですそうです。すごい。すごいな世の中。そうそう、ね、そうなんだっけね。そうですね、酔ってます。いやいや、これまだあの一口出てこのテンションなんですよ。飲むとどんどん暗くなっていくっていう。嘘ばっかり。めちゃめちゃ陽気なんか、もうでもさっきの店とは全然大違いですよ、額がもう。いや、ほんとに、さっきより安くて。さっきだって、総先生いなかったからね。ちょっとね、収録でどうしても行きたかったんですよ、長引くとき。ほんとにそうなんですよ。俺はだって、領収書見たときに、行かなくてよかったなって。行かなくてよかったなって。記憶にありませんけど。300円からでも、うん、そう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 そこれはパスラボ僕準レギュラーですよ。いやいや、メンバーパスラボも初めてのコラボ動画を撮影してもらって魂売りましたね。もうぜひあの僕のチャンネル使ってください。遠慮なく、はい、いました。はい、炎上したらスバルさんですね。僕がもし炎上したらぜひネタに。そうですね。いやでもさっきの店は頼んだ人はその店決めた人は悪くないですか。決めた人とメニューを頼んだ人でずっと揉めてる。ちょっと言うと、まあ、予約したんですよ、いろいろ近くで。そしたら、まあ、8000円から9000円ってあって、まあ、もちろん高いですけど、まあ、ここでっていう形になって、で行くじゃないですか。でメニューは彼しか持ってないんですよ。いや、まあ、なるほど。いや本当に、待って、そのさ、団体飲みに行くときさ、どこ行くって言って、ただ意見聞いてる人に。いや、違うんですよ。これ、意思決断してる人が、意思決定するやつが一番辛いんですよ。いや、じゃあ、一つだけ言うのは、メニューを見て、価格も分かるよね。いや、分かった上で頼んで、ジャンプして13万。これは重大。ジャンプじゃない。だって、40歳1回来たことあるって言う。確かに俺はなんかおすすめはどれですかって聞いたときに、あ、このコースですね。神戸牛有料コース24,000円。うわ、すげえ。えぐって思って、あ、でもこれおすすめだしなって。おすすめ。そこで行っちゃったんだ。払うのは金じゃなくて森田さん。だからね、お会計こうやって来た時にすぐにだってこっちで見るとノールックでこうやってこっち行ったんですよ。あ、お会計こちらです。ノールックでノールックでこうやって、まあ、バスが、あ、もうノールック見なくて分かりますね。うわー、よかった、収録だから分かりました。また言っちゃった。いやいやいや、でもそれ全部終わった後お金だけ払いに来たらどうなの、みんな。やっぱり漁師の呵責ってあるじゃん。今回は解決でよかったんですよ。さすがに、でもあの時、蒼さんが最後に来ただけだったら払いますよって。まあ、いやいやいや、そうは言ってもやっぱ出すけど。そう、半分ぐらい、ね。いやいやいや、それもあの、もうカードでかっちり出して、ゲインするけどさ。ないのにって。えぐいっすね。収益じゃないですか、本当に。だからもうね、毎週多分パスラのメンバーが出てくるんじゃないですか。いやいや、本当にもう全然変わりません。さすがにもう一回一回、毎週違うメンバーがこれ。これオンラインしないともうやばいので。オンラインしないやばいっしょ。
手にどうぞ。絶対脅かされたら脅かし返す。はい、ということで。じゃあこれは落ちていいんですか？だから大丈夫だ、このね、音だけがマジで心配。これ広告入らなかったね。だからね、スパチャでなんとかするから、プレミア公開にしてもさっき俺ら賛否両論あったんで、やっぱね、プレミア公開怖くなった。プレミア公開、それ賛否両論になるんだ。いや、これは僕らいつも学び系の動画なんですよ。初めて YouTuber っぽい動画出したんですよ。まあ、これ作ってかれて、でそれでやったら結構言うたら見る人って、まあ、共通テストと違う学びがあるんだと、はあはあ、見たらネタかいみたいな、はあ、ね、その心情をあのおもんぱかるとかできなかった自分たちもあれ、お前そうするんですよ、素晴らしい。あ、そうか、楽しい楽しい、本当さすが、おもんで2秒ぐらい考えて、高いので考え、正しいかどうか心が揺れたでしょ、ぐるぐるって、ね、合ってます。あ、なんかこれ足が無料なんてね、調べてください。いつもは〇〇しか言わないよ。いやー、うめえな。まあ、いやこれがでもこれは本当なんです。曲かかっちゃうんで、外で撮ると、うん、そうだね、だから YouTuber たちやらせていろんなぼったくりバイクとかってやって、うん、曲がかかってないって言ってでバレちゃうんですけど、そう本当は曲かかっちゃうんですね。これ大丈夫なんだろうか、私はこれあげる。そうだよ。そう、今僕銀の盾来ないんですよ。え、あ、そうね。銀の盾来ないなんて言ったら、うん、サブチャンネルで1個動画著作権引っかかってるんですよ。だからそんなので、そうだから銀の盾で来ないんですね。あ、それどういうことで、あの英語でワンピースでやってた時のいわゆるオープニングとエンディング著作権引っかかってたんですよ。それで基本的には僕消してたりとか、その動画内のその部分をカットしたんだけど、一個だけ非公開だったんですよ。あ、で非公開だったから気づかなかったんですよ。うわ、そこが著作権違反だっていうことを表に見えてないんで、気づかなくて、あ、もう過失犯でダメなんだよ。そしたら、そうだから来てて、あの関連しているチャンネルが違反をしてるので、その銀の盾の対象外ですって。そんなことあるんですか。でもそれは森哲さんが悪いです。お前銀を目指せってことじゃないの。そういうことですよね。その時にまあスタッフに作らせたのも悪いんですけど、ちゃんとオープニングとかエンディングをで、あ、この曲好きだからみたいな感じでやってたら、そう、実は著作権引っかかってることだったりって、難しいな、そういうのって。できるならこれ銀の盾あげないかん。なんでもらってもしょうがない、パスラ持たれてるじゃん、それ。何のフォローにもなってないなんか俺野球トロフィーで、野球の大会優勝してこのトロフィーあげるよみたいな、めちゃくちゃ個人的なもの。ホームランボールとは違いますよ、明日はホームラン打つからね。逆にそのサブチャンで10万いった時もじゃ無理って。あ、でも今消してるから大丈夫だと思う、その時審査。あ、でもその審査の時にあったらダメなんで、で再審査してくれるんですかって言ったら、それに関してはなんかその再審査のタイミングとかは言えませんって。なんかめちゃめちゃ遅かったですね。僕ら一回止められたんですよ。なぜかわからないんですか。なぜかわからないんですか。2ヶ月前、6月ぐらい急に止められて、そう、まあ、多分人工知能と間違えて、うん、そう、間違いもあるんですね。はい、でそれどうしたらいいの、じゃあ正すためには。いや、あのもう1ヶ月間はどうしても無理ですみたいな。1ヶ月無理最初ですよ。事故みたいなもんだね。そうです。けどハイツさんって、まあ、定型一番の100m 高い、その人に言ったら俺に相談してくれたら Google の人に直接言えたのに。すごい。それを7月のもう終わった後に知っちゃったんですけど、癒着はないね。癒着って怖いな。アイツさんのイメージさきたい。やお会いしたこともないよ。なるほど。そういうことがあるんですね。いやでも、あれでも YouTube のなんか我がられなんかオフィシャルの人たちのアドバイス受けたりとかないです、ね、やんないんですか。なんかできるんですよね。そうか、お声かけがあるっていうのを返したんだっけ。そうか、10万、昔は10万人行きゃ OK だったんですけど、今10万超えがいっぱいいるから多分
なんかないといけない。逆に20万になるから。まあ、20万になったらじゃあ来る。こっちから行かないっていうか、コンサルはやらないよ。その自分自身。ああ、別にやってもいいんですけど。お金にはなる。そうですね。確かに。で僕ら本当に教育 YouTuber、YouTube の仕事全然ないんですよ。そうコンサルとかでやってる人もいますよね。僕もコンサルやりますけど。いや、そんなに。え俺たちさん何万人でしたっけ。マンド取りに行ってんな。ボロ負け。でも収益カットするから。本当わかんないよね、そう考えると。2倍でも収益がかかるからそうはいかないから。え、その収益はしてながらこう3、4等分なんですか。いや、そんなことない。いや、宇佐美キュウで、あとが。ちょっと見ましたよ。構造が違う。なるほど。あれ逆に普通に昔収益なくて、逆に僕の自分の口座からどんどん投資収益から彼らで固定でいくら払うっていう形なんで、今どちらかというとまだマイナスする。ああ、なるほど。なるほど。なのに最近、あ、じゃあ固定なんですね。あ、そうです。ずっとです。まあじゃあもう経営者の視点だよね。そうですね。しかも去年とか国家試験の勉強してましたからね。うん、やりつつ、この腹をやりつつ、うわ大変だよね。炎上しました、ね、試験の1ヶ月前のね。うわ、それ大変だわ。 YouTuber って大変。いや、教育系 YouTuber なんか一番最初がめっちゃお金かかると思います、ね。うん、ああ、なるほどなるほど。収入がまず立たないから、うん、その辛抱できる人じゃないとまずやっちゃいけないなっていう、うん、そうです。本当に思いとか信念がないとだ、絶対途中で、うん、なるほど。いや、でもなんか可愛い女の子とかでもいきなりものすごく見られてる人いるでしょ。まあ、確かに勉強法とかあげると、うん、まあ、なおかつそれで顔が可愛かったらもうそれだけ価値あります、ね、羨ましいよね。この間なんかコラボしなかったかな。ああ、サウリンかな。あ、まあ、同級生、同級生って言ったら予備校同じだった。あ、早稲田なんだ。じゃ あ、そう、まあ、いや、そうですね、早稲田なんです。いやいや、なんか分かんない。なんか、殺傷みたいな感じ。サオちゃん、早稲田の中で、サオちゃん、サオちゃん、サオちゃんって、サオちゃん、サバちゃん、そんな全員で食いつくことがない。あの、ぐっ、うわー、うわーって、俺だから、すべてが俺だから、すべて。いや、このアクションのすざましさも、ビールいっぱいでついていけないよ。リアクションがすごいもん、みたいな。ない、サオ買ってくれてみませんから。サウ残しておいてください。なんか予備校で一緒だったんですよね。あ、 そう。それで俺がサウちゃんの後ろの席で、まあ、普通に仲良かった。そうだ、匂い嗅いで。ああ、なるほど。後ろの席で。すごい。嗅ぐんだ。だから言えない話がいっぱいあるって言ってたから。いやー、お願いします。それはぜひ聞きたいな。言えない話がいっぱいあります。言えない話こそやるよ。そうです。こんな、いや別に言えない話だと俺隠してるつもりだから。本当ないんですよ。だから今は落ち着いたけどって言ってました。今は落ち着いたけど、どんだけ暴れてるんだって言ったのか聞きたいですよね、やっぱり。そう先生、いや僕も今日聞きますよ。いや、そう先生とか、これ全国流れちゃうけど、今は世界流れちゃう。昔からなんかあるで、なんかちょっと言ってた。言ってたっていうか、まあちょっとあれか、ってやつとか結構あったとは思います。あ、この話は定額の理由がえぐいっすよ。え、なんこれ言える。いや、別に言ってない。言ってない。いや、別にそれはいじめをしたとか、犯罪を犯したって人を傷つけたわけじゃない。そればっかり今想像してる。そんなあるじゃない。自己解決が。どういう文脈でそんな出すの、そんなこと。そんな彼が教育系 YouTuber だと思ってた。教育系 YouTuber を俺アイデンティティと思ってたんですよ。じゃあそこじゃなくて、どこで、うん、だってトイレだったらいいわけでしょ、それ、うん、それで定額なんで、トイレで終わり。高校の時 の校庭で出した。それはな、ちょっと聞いてるの、なんで出すの、それは。お前、うん、続く。今スパチャの嵐だから。びっくりした。今そこにスパチャの嵐だから。初めて聞いた、その聞き方。感動、逆に感動しちゃったよ。まあそうだよね、言えることも言えないこともね。ここまで言ってる。言えないことはないですよ。なんかその予備校通っちゃうんですよ、当時高3で。まあ、なんか、まあ、その雨降ってたんですよね。予備校通ってて、その体育があって、その体育終わったら予備校行ってビチョビチョで、あの授業受けるの嫌じゃないですか。だから、
当時付き合ってた彼女から体操着を借りて、そのパンツと靴下全部脱いで、その上からも全部着て、ノーパンで、ね、あはははは、あ女子のものを着て、うわうわうわ、あれ彼女だったらありですよ。それで、雨降ってて、やっぱ男の子って雨降ってたらやっぱうわーってなりますよ。どういうことかな。そこにそのロジックの疑惑が突然現れて、ここまでは納得できたけど、そっから先変だ。理由説明の問題出される。理由説明の問題で。アプリより、もうさ、アプリより、アプリって言ってるから、もうさ、アプリより、アプリより、男はもう、アプリよりです。いやいや、ステハグね、ステハグね。そうですね、それで、ヘッドスライディングして、一人抜き始めたんですよ。それが俺なんですけど、それでみんなテンション上がって、体育の時間で、みんな脱いでたんですよ、みんな脱いでたんですよ。で、それでなんか、学年主任がつまらずになって降りてきて、なんか心当たりあるやつ手あげろって言って、で正直な俺と友達も一人だけが来て、二人がそれ以前の生徒が逮捕じゃない、逮捕じゃない、指導室で連行されてる。それ高三の時ぐらいですか、受験は。まあいろいろ蓄積したフラストレーションがだんだん出てきた。関係全く関係ないです、もうただ雨のせいって。そうですね、全部雨のせい。いやー、な、文学の香りすらするよ。しねえよ、その。そうですよね。しねえよ、俺が生涯描けない。すごいな、破天荒だな。いや、果たしてこれ13万の価値がある話だったのか。これはもう視聴者さんに。いや、逆にすごいかもしれない、これ人間を知れるって、ね、いや、でも今日俺推薦でもまあいいかなと思ってたんですよね、若干自分に変えると。まあ、それで推薦取り消しになって。ああ、なるほど。推薦取り消し、まあ、それ6月のことだったんですよ。9月になったら、まあ、君はちょっと無理だよ。いや、そう、計画してるんですよ、推薦も。で、人生棒に振っちゃった。棒で棒に振っちゃったね。なるほど。なんで分かったっすね。とんでもないことになった。それこそ総先生やって結構。じゃあ原満長の人生。エブ君も全くの貧困法制で、四角四面の。四面相関、四面相関。めちゃめちゃ真面目ですよ。めちゃくちゃ真面目、本当に。先生が破天荒そうですけど、ね、いやいやいや、もうここは使えない。総先生の破天荒の部分は使えないわ。もう知ってるんですか。知ってます。スパックリングワインを、スパックリングワイン、スパックリングワインったら、はい、ということでね、まあ、こんな感じで結構取れ高はあったんじゃないかと。そうですね、大丈夫かなと思います。これからちょっと待って、20万人記念って出るはずだったのに、家内の定額っていうタイトルになっちゃう。じゃあ、もう考えますか。本当にありがとうございます。はい、ということで、今回は、はい、酔っ払ったカスラボと、まだこれから酔う蒼さん。はい、もう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。